予選終了です。ここでトップ3をおさらいしておきましょう。松下、ノリス、バルテリ・ボッタス、これで予選は終了です。明日はグランプリの本戦になります。ぜひ引き続きご覧ください。大興奮となるであろう今シーズン、メルボルンにてイベント一発目のレースです。いろんな噂や推測にも今日こそ決着がつきます。いよいよオーストラリアグランプリの開幕です。メルボルンのこのサーキットを甘く見てはいけません。路面が滑りやすく、コーナーも難所が多いため、ここは追い越しが格段に難しいコースです。 DRS ゾーンを最大限に活用しなければ、他のドライバーから一歩抜きんでることは困難でしょう。さあ、新しいシーズンの始まり、何が起こってもおかしくありません。今年の F1 が今にも始まろうとしていますが、解説にはアンソニー・デイビッドソン選手に来てもらっています。最初のレース開始前の緊迫感あふれる数分間というわけですね。誰もがマシンの信頼性について神経質になっていると思いますよ。フリー走行では他のマシンが熱を上げる中走るわけじゃないですから、 100% の力で長時間走ってはいないんです。悪い意味でのサプライズが何も起こらないといいですね。では予選セッションの結果、各ドライバーの順位がどうなったのか見ていきましょう。フロントローのもう一台は松下信春、横に並ぶのはランド・ノリス、残りのグリッドはこのようになっています。ボッタス、サインツ、ミック・シューマッハ、フェルスタッペン、オコン、アルボン、クビアト、田中、ガスリー、リカルド、ランス・ストロール、ベッテル、ラッセル、ラティフィ、セルジオ・セッテ・カマラ、シャルル・ルクレール、マグヌッセン、ジョビナッツィ、ベブリース、そしてルイ・デレトラズ。さあ、いよいよ開始時刻、トラックの方へ移りましょう。プッシュだ。ファーストラップをうまく使おう。
ップでは DRS が使用できる。前のマシンとの差が1秒以内なら DRS ゾーンで使えるぞ。消費しよう。オーバーテイクを使え。新しい戦略を MFD で確認してくれ。OK、了解した。後ろのマシンに遅れを取っているぞ。ラップで1秒ほどだ。
始しろ。このラップにピットインだ。大事にしよう。このタイヤで最後まで走るんだ。松下がピットに入るぞ。いけそうだ。オーバーテイクを使って抜けるぞ。12位につけてるぞ。サインズが前にいる。前のマシンとの差は 7.7 秒。彼らは新品のミディアムだ。リカルドが後ろだ。後ろのマシンとの差は 2.0 秒。彼らは新品のミディアムだ。トップとの開きは 35.9 秒。今のが最後のストップだ。この先ピットストップの予定はない。残り7ラップ。
量は5ラップ分くらいだ。0秒。時点で後ろのマシンの方がラップタイムで1秒早い。についての情報だ。致命的なトラブルらしい。リタイアのようだ。バーチャルセーフティーカーが入った。スローダウンしてデルタをプラスに保て。減速しろ。デルタが低すぎる。ペナルティーを食らう前にペースを落とせ。バーチャルセーフティーカーは消えたが、グリーンフラッグが振られるまで加速するな。グリーンフラッグだ。前にいるマシンとの差は 2.1 秒。注意してくれ。残る燃料は2ラップ分だ。たくさん余ってる。オーバーテイクボタンを使え。
燃料が1ラップ分を切ったぞ。レース終了だ。パルクフェルムで会おう。またしても素晴らしいオーストラリアグランプリでした。堂々の勝利です。今回勝利をもぎ取れた理由は何でしょうか。まさにチームでの勝利だったと言えますね。コースコンディションに合う万全な戦略を立ててきました。チームの狙いを実行するべき時にドライバーがしっかりと期待に応えて力を発揮した結果でしょう。 F1 がチームスポーツであることを示す素晴らしいレースが見られました。さあ、本日のトップ3がポデュームに向かっています。今日のフォーミュラー1のレースはとにかく素晴らしいものでした。さあ、ドライバーズランキングはどう変わったでしょうか。松下信晴がランキングトップに立ちました。さて、ドライバーオブザデーについてです。アンソニー、誰を選びますか。今日はダニエル・リカルドに目を引かれました。素晴らしいパフォーマンスでしたよ。ではコンストラクターズタイトルに移りましょう。オーナー、ドライバーのチームがテーブルの一番上に移動します。今回のフォーミュラー1のウィークエンドは終わってしまいましたが、チャンピオンシップはまだ続きます。次回もぜひご覧ください。お疲れ様です。今日はどうでしたか。
チームメイトが1位を獲得しましたが、どんなお気持ちでしょうか。チームメイトが表彰台に上がるのを見るのはどういうお気持ちですか。今日はチームメイトに負けてしまいました。調子が悪かったのでしょうか。今日のレースはクリーンとは言えなかったのではないでしょうか。どうも、以上です。新しいパーツが無事完成した。次のレースウィークエンドに向けてマシンに取り付けておくよ。